私たちは感染者のグループです。メンバーはウセンです。マークです。ナイトです。マインです。ナチュです。今日はアンケオを紹介します。皆さん、清迈大学は知っていますか？清迈大学には有名なところがたくさんあります。例えばこのところです。このところはアンケオと呼ばれています。アンケオには静かなところです。人はここによく運動したり写真を撮ったりします。近くには喫茶店もあります。コーヒーを飲みながらいい景色を見ると気持ちいいでしょう。最後には もし興味があったらぜひ清迈大学に見てくだ見てきてください。では以上です。どうもありがとうございます。